本当幸せそうに食うよなお前。食ってる間が一番幸せだからな。にしても急激に太ったよな。そろそろ少しくらい暴食やめたらどうだよ。お前この体作るのにいくらかかったと思ってんだ。超高級贅肉様を落とすなんて、そんな無礼なことをしたらデブの神様から天罰が下るぞ。デブの神様ってなんだよ。ヒロヒロ探偵団。うまいもん食うの我慢してつまらない人生を歩むくらいなら、好きなもん食って早死にする方がマシ。俺は食べることが何よりも幸せだった。朝も昼も夜も好きなものを食べて、おやつも飲み物も我慢しない。最近のお気に入りルーティンは、仕事帰りに外食して地元に着いたら、駅前のスーパーでアイスとかお菓子とかカップラーメンとか夜食を買いまくって食べること。あーチョコンがけポテチとか誰が考えたんだよ。最高じゃねえか。これだからやめらんねえんだよな。別に長生きしたいとも思っていない。いろんなことを我慢して長生きするなら、短命でも幸せな毎日を送っていた方がいい。だがそんな幸せな毎日もそう長くは続かなかった。まず血液検査の結果の紙ですね。これ見てください。ここ数値がおかしいでしょね。ここが高いってことはつまり糖尿病でしょうね。え、糖尿病？まあでも驚くほどのことじゃないでしょう。まあ確かに。遡ること1ヶ月前。あれ、またトイレか、ひろし君。なんか飲みすぎちゃったみたいで、すいません。なんかトイレ近いんだよな。10分前にも行ったのに。俺は謎の頻尿に悩まされていた。仕事中もやたらとトイレに行きたくて集中できないし、通勤電車の中で尿意と格闘することもあった。トイレ、ああもうゆっくり眠りたい。夜中にトイレに行くことも増えて、一日中尿意を感じている。それは俺にとって大きなストレスだった。ヒロシどうしたんだよ。せっかく焼肉食いに来てんのに調子狂うな。お前この間自重しろって言ってたじゃん。まあでもなんか体が疲れてるっていうか、だるいっていうか。大丈夫かよ。朝起きた時から疲労感があって、空腹感はいつも以上にあるし、飲み物も常に飲みたくてたまらないのに、動くことがしんどかった。そして最終的には、ヒロシさん、またマグカップ割ったんですか？そろそろ割れないマグカップ買ったらどうです？そうだよね。何か持っているはずなのに、持っている感覚がなくて物を落としてしまうことが増えた。なんか嫌な予感がする。こうして俺は病院に行くことにしたのだ。そしてこの有様、糖尿病がこんなに辛いものだなんて思ってもみなかった。糖尿病って食事制限しなくちゃいけないんですよね？そうですね。1型なら食事制限の必要はないケースもあるけど、あなたの場合は糖尿病じゃなくても食事制限が必要だと思いますよ。ひどい。今日から食事制限、あとは運動の指導も入れますから。それと飲み薬が効かなければインスリン注射を毎日2回以上打ってもらいますからね。その治療拒否することってできますか？なんで？俺は正直糖尿病の治療を拒否したかった。だって俺は注射がたまらなく嫌いだったから。でも医者はそんな俺を無表情で見つめた後、とんでもないことを口にした。別に拒否しても構わないよ、あなたの判断だから。でも悪化すると腎臓が機能しなくなって、人工透析を一生続けることになるし、あとはよくあるのが足の切断ね。血液が回らなくなるから、ちょっとした傷から腐っていったりするよ。年間2万本ぐらいの足が毎年切断されているけど、いい話は聞かないけどね。それから心筋梗塞とか脳梗塞のリスクもあるけど、毎日の注射とは比較できないくらいの痛みが。もういいです、もういいです、やります。賢明な判断だね。食事制限でも運動でも注射でも何でもします。この医者鬼畜かよ。こうして俺は糖尿病の治療を開始することにした。ストレッチ
こんなに体曲がらないんだけど肉で。ストレッチから始まり、定期的にジムに通うことにした。最初はしんどかったけど、体重減少とともに体が軽くなっていくのを感じるようになってからは楽しくなってきた。食事制限もみんな野菜を我慢して食ってるのかと思ってたけど、意外と野菜も美味しいんだってことも知った。ラーメン最強って思ってたけど、意外と和食もうまいもんだな。糖尿病の治療の過程で俺は今まで知らなかった世界を見た。その間も当然インスリン注射は必須だったわけだけど、注射を打つ場所はへそのあたりか太ももお尻あたりなんだけど、お尻はちょっと恥ずかしいからお腹に打つようにしてる。そしていい感じだね。寛解っていう状態になりました。いわゆる今は治ってる状態。本当ですか？でもね、2型糖尿病は糖尿病になりやすい遺伝的要素が強い可能性があるから、前みたいな暴飲暴食の生活だと再発するからね。肝に銘じておきます。努力の結果か、一度治療をストップさせることができた。まあ痩せたからってモテるようなこともなければ、彼女ができるようなこともなかったけど。シン、来週末一緒に車で牡蠣食いに行かね。おお、いいね。なんかお前グルメになったよな。量より質ってことに気づいたんだよ。明日富士山が噴火するんじゃね。本当にうまいもんは少ない量でも満足することを知ったの。大人になったな。今までとは別の意味で食うのが楽しみになったよ。飛行機うめー。お前貝に口つけんなって、当たるぞ。え、マジ？とはいえ結局のところ完治じゃないからね。これからはあの頃に戻らない努力が必要ってことだな。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。ヒロヒロ探偵団。